にちは。群馬県前橋で113年続く袋歯科院院長の袋和人です。本日はインプラントの上部にマグネットを使うということがあると聞いたのですが、というご質問をいただきました。インプラントの上の部分には磁石マグネットを使うことがもちろんあります。これはいわゆる入れ歯タイプの上部構造ですね、を作った場合に磁石を使います。インプラントの方に磁石の受け口のアタッチメントを使い、入れ歯の方にいわゆる磁石を入れる形で、パチンとこう止まるような形に仕上げていきます。ただですね、マグネットを使った場合には MRI、 いわゆる核磁気共鳴装置という診断が、問題になってきます。受け口の方のインプラントの上部につけてあるものも、もちろんその核磁気共鳴装置の影響を及ぼすとされていますので、これも外さなければならない。いわゆる外すタイプのものでそちらを作っておかないと、後々で問題になってくることがあるとされています。その辺をお気をつけになって、マグネットタイプのものは使われるようにしてください。本日は以上です。